どうも皆さんこんにちは、まみむんです。今回はマインクラフトライブ2021ということで10月17日午前1時からライブが2時間ほどやっていました。その中で紹介された今後の大型アップデートについてまとめたので紹介します。今回のライブで発表された次期アップデートはワイルドアップデートです。美しい自然やとても怖い挑戦と冒険をテーマにしていて、これまであったバイオームの大幅なリワークや新バイオームが登場する予定です。またディープダークやウォーデンに関してはマインクラフト 1.18 では追加されず、今回発表されたワイルドアップデートとともに来年追加される予定です。詳しくは動画の後半で紹介します。ではまずバイオームの変更と追加について見ていきましょう。最初に発表で一例として挙げられた白樺の森のコンセプトアートには非常に高い木や倒木、また白樺には新しいキノコが生えています。様々な花も生えていて非常に明るい雰囲気になりそうです。開発者はスウェーデンの森にとても似ていると語っていました。次に沼地の変更についてです。これまでの沼地は木々が点在し水蓮の葉などがあるシンプルなものでしたが、今後このような美しい景観に変貌します。コンセプトアートを見てみると水蓮の葉に花が生えている様子も見受けられます。また新たに生息するモブとして夜に美しく発光しているホタルが発表されました。非常に幻想的ですね。そしてコミュニティ待望のモブであるカエルも追加されています。カエルは沼地などに生息していて、先ほど紹介したホタルを食料にしています。スイレンの葉や大きなドリップリーフにジャンプするのが好きなようです。またカエルの子供であるオタマジャクシも追加され、沼地の水中で泳いでいる姿が公開されました。オタマジャクシはバケツで捕獲することもできるようです。カエルは現状3種類いて、1つ目は普通のカエル、2つ目は雪のカエル、3つ目は熱帯のカエルです。これらはオタマジャクシが成長する際にいたバイオームの気温が関係していて、普通のカエルであれば沼地などの気温が穏やかな場所、雪のカエルは気温が低い場所、熱帯のカエルは気温が高い場所など、それぞれ適応したカエルになります。開発者は白いカエルについて、ガーナとケニアのカエルが加熱を避けるために白色なことが由来していると語っていました。また3種類のカエルはそれぞれプレイヤーにとって価値のある特別な何かを持っている、ただ具体的な内容はまだ決まっていないとのことなので、カエルがプレイヤーに何かしらの効果を与えてくる可能性があります。続いて新たなバイオームとして発表されたのがマングローブの沼地です。マングローブの沼地は主にマングローブの木と泥ブロックで構成されていて、今までにはない景色が広がっています。マングローブの木は水中や地面にも植えられる苗木を持っていて、成長するとこのような木になります。大きな根が特徴的で、葉からはツタやマングローブの繁殖体が垂れています。このマングローブの繁殖体にはこのように成長過程があり、成熟したものを苗木として利用できるのかもしれませんね。またマングローブの木材も同時に追加され、他の木材と同様建築素材やクラフトに使うことができます。見た目は現状ジャングルの木材に似ています。そして沼地の大部分を構成している新ブロック泥についてです。泥は新バイオムで入手できるほか、土に水入れ瓶を使うことで入手することができます。また鍾乳石と鍾乳石ブロック2つの上に泥ブロックを置くと乾いて粘土になります。さらに泥と砂、小麦をクラフトすると泥レンガを作ることができ、これも新たな建築素材として利用できそうですね。開発者は世界中には泥でできた家や建物が多くあり、そこに住んでいる人たちがマインクラフトで自分たちの家を建てて家にいるような感覚を持ってほしいと思い追加したと語っていました。さらに今回のアップデートではチェスト付きボートが追加されるということで、過去にバイオーム投票で脱落してしまった沼地の要素が全て追加されたということになります。続いてはディープダークについてです。ディープダークシティはディープダークバイオームに新たに生成される構造物で、深く広い洞窟内に生成される古代都市です。
この都市はマインクラフトの中でも最もレアな部類に入る構造物で、深層岩関連のブロックで大部分が構成されています。また中には新しいスカルク系ブロックなども生成されていて、薄暗くただならぬ雰囲気を醸し出しています。都市には宝のチェストがあり、レベルの高いエンチャント本などが入っています。ただ不用意に開けてしまうと大変なことになるかもしれません。チェストの周りや都市には至る所に振動を検知するスカルクセンサーがあり、スカルクセンサーが反応することにより新ブロックスカルクシュリーカーがその信号を受信します。スカルクシュリーカーが信号を受信すると悲鳴のような音を発し、画面が暗くなる新しいエフェクトダークネスが付与され、視界がこのようにとても悪くなります。さらにスカルクシュリーカーを何度も反応させると、地面から這い上がるように新たな脅威である敵モブウォーデンがスポーンします。ウォーデンは目が見えないのが特徴で、先ほど紹介したスカルクセンサーやスカルクシュリーカー、またプレイヤーが発する振動音などを検知して襲ってきます。他にも近づきすぎると匂いを検知するため、襲われないように雪玉を投げたりスニークをするなど様々な対策が必要です。都市の中には歩いていてもスカルクセンサーに検知されない羊毛の道も生成されているようなので、そのような場所を使うのも有効的です。襲われてしまうと全身ネザライト装備でもこのようにすぐに倒されてしまいます。またスカルク系には新たにスカルクカタリストが追加されています。これはスカルクと骨のような素材でできたブロックで、微量の光を放っています。ディープダークに生成されていて、近くでゾンビなどのモブを倒すと経験値に応じてスカルクセンサーを含むスカルク系ブロックを周りに生成します。開発者はモブトラップはプレイヤーが倒さないと XP をドロップしないが、カタリストがあれば XP ファームを作れたりすると新たな可能性について語っていました。そしてスカルク系にはベースのスカルクブロックに加え、スカルクの脈が追加されています。これらはクワが適正ツールで、シルクタッチを使えば回収することができます。今年のモブ投票はグレア、アレイ、ドーゴレムの3種類で投票され、アレイに決定しました。詳しくはこちらの動画でご覧ください。最後に 1.18 に関する新しい情報です。古いワールドで最新のバージョンを読み込んだ際にできるバージョンの壁が綺麗に合わさるようになりました。左がこれまでのバージョンの境目で壁がありますが、1.18 からは右のように壁ができない生成になります。地下の拡張部分に関しては古いワールドの下に 1.18 の洞窟生成が読み込まれるようです。 Java 版と統合版で同じシード値を入力すると非常に似た地形が生成されるようになります。また気になる 1.18 の配信時期についてですが、あと 1,2 ヶ月でリリースされるとのことです。楽しみですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。